して足元をよく見てくださいね。こんな動きをできます。まだまだ飛びます。いかがでしょう。簡単そうに見えましたか。いや、簡単じゃないんだよな、飛ぶんだ、ロボットは。次の動きをするのに、どのような体勢が良いのか、常に先に考えていました。バランスを取ることは、とても難しいですね。これで皆さんと一緒に歩いたりできるかな。他にも皆さんと一緒に活動するためには考えを伝えることも必要ですね。こうして話すだけではなく、身振りなど体全体を使わないとうまく伝わらないかもしれません。最後に手話を交えた表現をお見せしましょう。準備に入りますので、赤いテープの内側には入らないようお願いいたします。